より良い世界を作るための持続可能な開発目標 SDGs。 サステナブルな取り組みを探しに行こう。みっけ SDGs サスポロ探検隊。ペーパー放送でエコ。かわいい袋に入ったお菓子だね。紙で作ったパッケージなのよ。創業76年、白石区にあるお菓子メーカーの池田食品さん。カシューナッツのお菓子がとっても人気。かりんとうも作っているのよ。うわー、美味しそう。早速話を聞いてみよう。こんにちは。こんにちは、ようこそいらっしゃいました。どうして紙の袋を使っているんですか？実は環境に優しい袋にしたんですよ。もともとプラスチックの袋を使ってたもんだから、紙パッケージにすることによってプラスチックのゴミの削減に大貢献しています。海外に向けた商品開発を進めていく中で、社内に SDGs 推進委員会を立ち上げて、作る側の責任を果たしていきたいと試行錯誤した結果、紙パッケージを導入したの。環境問題を考える取り組みなんだね。紙パッケージを導入した2021年当時は、紙の袋に入ったかりんとう商品が他になかったの。それで売り場で目立っていたこともあって、この取り組みを継続したところ、プラスチックの使用量を 49% 削減した紙パッケージの開発に成功したのよ。すごい。包装に使うプラスチックの量をほぼ半分に減らしたんだ。今かりんとうはですね、50種類ぐらい作ってるんですけども、今回のように美味しいし環境に貢献できる商品だってことが私たちも分かったので、これをどん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 紙パッケージに変えていくように頑張っていきたいなと思ってます。美味しいお菓子と一緒にどんどん広がればいいね。 SDGs は日本の昔からあるもったいないっていう心と一緒だと私は思ってます。だから日々かりんとうを作るときに、みんながそんな気持ちで働いて地域に貢献できるような、そんな会社になっていきたいと思ってます。他にもいろいろな SDGs の取り組みを探してみよう。詳しくは札幌商工会議所のホームページをチェックしてね。